はい、コツの申し込み部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら。バンバンバン、デレデデデデー。はい、出ました。リフォルメーション呪術廻戦からリフォルメシールウェハースボリューム5っていうことでね、ついに呪術廻戦第5弾まで来ましたね、このシリーズ。はい、いや今回もね3箱を買っちゃいましたね。はい、いやもうね、これウェハースやめてほしいね。もうウェハースはもう勘弁してください。もうウェハースじゃないのにしてほしいな。まあタイトルにもうウェハースって書いちゃってるからさ、変えらんないんだろうけど、できればねあれがいいな。あれ、はい、ではね早速ボックス開けていきましょう。はい、開封しました。ではねパック、今回はパックのパックっていうかパッケージね、パッケージの絵柄はこの2種類ですね。はい、で今回からな、今回っていうかレアリティがね、一番上がシークレットでダブルレアっていうのがあって、なんでもねダブルレアは要は2枚重ねになってるシールですね。はい、なので自分これね出てもね開封しない派なんで見れないですね。はい、まあ、ダブればねダブったやつをめくりますけれども、はい、シークレットがねここに書いてあるんだよね、まるまる先輩っていう風に。でねラインナップを見るとね、もしかしてっていうのがあるんですよね。このラインナップにいないなんとか先輩、これ乙骨でしょこれ乙骨じゃないかな、シークレットこのラインナップないんだよね。はい、ということでね、じゃあまずとりあえずね上を全部カットしましょう。ということでね、全部上部カットしました。ではここからね、1枚ずつ開封していきましょう。はい、では早速いきます。せーの。ああ、東堂葵ですね。はい、これはノーマルかな。はい、ノーマルですね。10番ノーマル東堂葵。はい、いきます。せーの。あ、これは3人組ですね。はい、京都校の3人組、これはレアかな。はい、レアですね。18番、レア。はい、いきます。せーの。お、これ嫌ってるね、釘先嫌ってます。はい、スーパーレアだ、スーパーレア。22番、釘先。今回あれなんだよね、なんかコミックの表紙のポージングとかしてんだよね。うん、はい、いきます。せーの。あ、ななみ、ななみんはノーマルですね。はい、07番ノーマル、ななみ。はい、いきます。せーの。あ、こちらは東京校の3人組、2年生ですね。はい、レア。16番。はい、いきます。せーの。お、これは来たね。これは特急レアじゃないかな、白が入ってるもんね。うん、虎杖国戦だね。はい、はい、出ました、特急レア。27番、虎杖。おー、いいね、やっぱ白が入っていると迫力が。はい、いきます。せーの。
食うな。これはノーマルかな。はい、ノーマル09番少な。はいはい、いきます。せーの。あ、こちらはマヒトとヨシノ。はい、レア15番。はいはい、いきます。せーの。ああ、五条先生、五条先生ノーマルですけれども、はい、8番ノーマル五条悟。はい、いきます。せーの。あ、これは超層スーパーレアか。これもコミックの表紙のやつですね。はい、はい、スーパーリア26番超層。はいはい、いきます。せーの。うわー、きっとは五条先生の特急レア。わお、いいね。領域展開無料空襲やってんとこだね。はい、かっこいい。はい、特急リア28番五条悟。いや、すげえかっこいい。いきます。せーの。あ、伏黒。ノーマル02。はい、いきます。せーの。あ、ダブった。早速ダブりましたね。はい、いきます。せーの。おお、犬巻、犬巻トゲ。はい、ノーマル05犬巻トゲ。いきます。せーの。あれ、持ってないか、持ってないか。あ、持ってないね。はい、釘先と伏黒1年生コンビ。はい、レア13番。はいはい、せーの。あ、これは持ってないね。はい、虎杖のコミック絵ですね、表紙絵。はい、スーパーレア20番。はい、いきます。せーの。あ、持ってる、かぶるな。はい、せーの。あ、持ってる。はい、せーの。持ってる。はい、ついにワンボックスラストですね。なんか結構高い、かぶりが多いな。いきます、ラスト。せーの。あ、これ出た、これダブルレアだ。いや、ダブルレア出たね。ダブレア来たけどめくれねえぜ俺は。はい、ダブルレア30番。シールをめくると新たな絵柄が。残念、これダブらないとめくれないですね。次のボックス開けてみましょうか。はい、2ボックス目いきます。こっからはダブリが結構出ると思うんでね、パッパとめくっていきます。はい、あ、パンダ持ってねえ。パンダ持ってねえや。パンダがパンダを観察しに来てる。はい、ノーマル6番パンダ。はい、せーの。あ、持ってないぞ。スーパーレア。あ、これも表紙絵ですね。はい、コミックの表紙絵。どうぞ。 SR 24番。はいはい、いきます。せーの。
先、これも持ってないね。ノーマルの釘先。はい、03番釘先。はい、せーの。あ、これ持ってないか、持ってないか。はい、持ってないな。うん、レア17番京都校ですね。はい、京都校はこっちは持ってないか。はい、せーの。わあ、かぶったね。特急レアの工場先生かぶりました。はい、せーの。ああ、かぶった。はい、せーの。かぶった。せーの。かぶった。はい、せーの。ああ、かぶった。はい、せーの。あ、持ってるよな。はい、はい、せーの。あ、持ってない。全員巻き持ってなかった。はい、ノーマルですね。はい、4番全員巻き。はい、せーの。持ってる。はい、せーの。あー、持ってない。スーパーレア。はい、マヒトのスーパーレア。はい、25。はい、せーの。あ、持ってない。言った通り、これは01番かな。はい、ですね。ノーマル01。言った通り。はい、せーの。これは持ってないか。あ、持ってないね。はい、ゲート。レア19番。ゲート、上古花見。はい、せーの。起きた、これ。ほらね。やっぱり当たりましたね。はい。嬉しいクレットですね。はい。やっぱり、やっぱり乙骨でしたね。はい。乙骨。お、すげえ。特急レアと同じですね。はい。白にキラキラ。はい。出ました。シク。31番。乙骨。やっぱ丸々先輩って言ったらもう乙骨だよね。いや、すげえ。はい、はい、せーの。あ、これも持ってないね。はい、ナナミン東郷城先生。はい、レア14番。はい、はい、いきます。せーの。あ、持ってない。ミワちゃん持ってなかったね。はい、ミワちゃんのノーマル11番。はい、はい、いきます。せーの。おー、持ってない。はい、スーパーレアの伏黒。21番。はい、はい、2ボックス目もラスト1枚になりました。いきます。せーの。あ、これ持ってないね。持ってないよな。うん、はい。イタドリとスクナ。はい、レア12番。はい。ということでね、2箱開けて、どうなんだろう、持ってないのもなんだろう。はい。一応ね、今2ボックス開けて、番号順に揃いましたが、持ってないのが、29番ですね。29番のゲート特急レア。はい、こちらと23番スーパーレアの古城悟る表紙絵ですね。4巻の表紙絵のポーズのやつ。それが出てない。肝心の五条先生の表紙イラストのスーパーレアが出てない。はい、ということで3ボックス目突入です。はい、こっからはね、ほんとじゃんじゃんとね、スピードを上げて開封していきたいと思います。
2つ目でいきなり出たな2つ目でいきなり出た特急レアのゲト。はい、特急レア29番ゲト。よし、あと1枚だね。表紙絵、4巻の表紙絵の五条先生スーパーレア。来ましたね。うお、来たぜ、かっけ。四巻表紙の五条悟。うお、かっこいい。はい、スーパーレア23番。いや、スーパーレアなのに、めっちゃかっこいいな。はい。ということでね、いや、すっげえ早い段階で揃った。2ボックスと6枚めくって揃いましたね。はい。なので、46個開封して、31周、フルコンプリートしました。いやー、これ久々じゃないかな、こんな早い段階でコンプリートって。まあでもね、皆さんもね、ダブルレアの下とか見たいよね。私も見たいです。ということで残り1000本開けちゃいます、ダブルレアが出るまで。はいはい、ついに3ボックス目ラスト1枚になっちゃいました。いや、ダブルレアやっぱ来ねえな。いやー、やべえ、どうしよう。見せ場か。いきます、せーの、くる。ここで、いや、持ってる男は出ちゃうんですね、ここでね。ダブルレア。ラスト、ほんと最後の1個だよ。何この奇跡。うわー、やったね。よし、これはめくりましょう、開封してね。はい。はい。ではね、早速、こちらのダブルレアを開封したいと思います。正直ね、このシールの袋を切るの初めてです今まで何百個開けてきて、この手のシールの袋を開けるのが初めてなんです、はい、ではね、いっちゃいましょう、バサッとね。はい、このピッチャー、ピッチャー、はい、はい、いいよ。はい、いやー、これ素手で触るのも初めてなんだよね。うわ、すごいね。これだけでもすごいキラキラしてるわ。はい、では早速この下めくりましょう。どんな絵柄なのか。はい、あ、めっちゃ薄。この一番上のシールめっちゃ薄。いきます。なんかめっちゃすげえ出てきた。うわ、横、はい、出ました、横流れこれホロが縦流れなんだけど、もう横流れになったね。はい、五条先生と少なかした虎杖ですね。なるほど、こういう感じですね。はいはい、とりあえずね、こういう風にね、ファイリングしたいですね。なので、いらないシール、ノーマルの何かをちょっとね、拝借して入れ替えてね、貼りたいと思います。はい、とりあえずね、1枚目と2枚目で、1枚目をね、かなり手こずりましたがね、ノーマルの虎杖の台紙に貼り付けました、はい。まあちょっとねずれてはいるんですけど、めっちゃねすげえ気使うわこれもう神経すり減るわ、はい。でこれに、まあカードのねリフィルかなんかに入れてファイリングしたいと思います。
こういう手法はね結構辛い。もうビックリマンシール世代でいうとね、ガムラツイスト方式ですよね。ダブルシールってね、もういやきついわ。まあ、とりあえずねこの下のね絵柄が見えただけいいですね。うん、でなんでね普通のねなんか紙でいいじゃないっていうの思うんだけど、紙だとね貼り付きすぎちゃうんだよね。うん、なのでこのシール素材の台紙、うん、にすることでめくったり直したりって貼り付けたりっていうのはね結構しやすいんですよね。うん、だから同じ材質のやつを使った方がいいということですね。はい、紙だとねもうね剥がしたらべちゃべちゃになっちゃうんでね。はい、ということでね今回はとりあえずね自力コンプできましたね。うん、はっきり言えば2ボックスちょっとなんですけども、まあ、結局ね、うん、全開封しちゃってね。うん、あでもそのおかげでねダブルレアの、うん、下の絵柄とか見れたんでね、うん、よしでしょう。むしろねダブルレアもめくれたっていうのがね何よりも貴重だと思います。はい、ということでね今回の開封劇は、まあ、勝利ということで、はい、終わりたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。